日本人は短距離走を体をまっすぐにして走りますが、ボルトなどは肩を上下に使って背骨もくねくねしています。これについて解説してほしいです。まあ、日本の子はこう足の運びをコンパクトにして、あの後ろに行った足をなるべく早く前に返して、 設置の時間の間を短くすることによって減速を防ぎながら走ってるなっていう印象で,で、ボルトとかの走りは空中にいる時間は他の選手よりも長いから、何してるかっていうと、こう肩をこうクッてこう下から上にフィッてこう持ち上げるような動作で体重をフッとこう地面に足ついた時に体重をクイッてこう逃がすんですよね、その足の上からフィッて。 だから、ちょっと軽くしてるんですよね、そういう動作で。で、長い足がその時にブンと追い越して、空中を速く移動できる体勢を軽い体重で作って、ピッチは遅いんだけど、ピッチの速い選手より、一歩で進む距離と速度を高めてるわけですね。だから、それがピッチで、タタタタタタタ,タ,タって、なんかあの、足を地面につくことで、ス力を得てる人よりも、足ついて、ブンって足をスイングしたり、 スイングするときに肩とか脊椎のぐんっていうスイングを使って、ぐんっていう加速を作ってるんですよね。だからそのスピードを落ちなくするための工夫っていうのが、他の選手よりも、そういう状態を揺すって走る選手は上手なので、固めてこう、ピッチを速くして走る日本人の選手よりも、体に対する負担も少ないから、スプリンターとしても長持ちしますし、 長い距離走っても速いし、特に後半に行けば行くほど余力があるんで、後半のスピードの減速を抑えられるっていう特性があると思います。俺もそういう走り方をするので、あんまり怪我せず、この年までずっと走れてるんじゃないかなと思います。百獣の王国家系層のケイジョンチャンネル始まるよ